はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、初心者向け QR コード決済を始めるのは知っておきたい初回特典、PayPay やゆうちょ Pay などということで、今回はまだ QR コード決済はどれを使うか、まだ迷っている方に向けて、どの QR コード決済の会社が初回にどんな特典があるのかをお伝えさせていただきたいと思います。ということで、まずお伝えしたいのは、最初は PayPay ということで、まあ CM でもバンバン流れてご存知の方も多いかと思うんですけども、今回まず PayPay に新規登録したら500円のPayPay の残高が即時もらえるというものになっております。で、PayPay の使い方などに関しては他の動画でも紹介をさせていただいてますので、ぜひ見てみてください。次に LINEPay、 こちらの画像にも記載はあるんですけども、初めての銀行のチャージで500円相当の LINEPay 残高をプレゼントということですね。で、条件としたら1000円以上のチャージが対象となるので、こちらに関してはご自身で負担する必要があるのでお気をつけください。ちなみに期日が5月19日今日までとなっているので、登録がまだの方はお早めにということですね。次は折り紙ペイ、アプリをインストールしたらもらえる初回の500円割引のクーポンですね。こちらの期日は5月の31日までとなっております。最後にゆうちょペイなんですけども、こちらはゆうちょ銀行と紐付けして使うことができます。こちらはアプリをインストールして登録をしたら、先着で100万名様に500円がプレゼントされるものとなっております。はい、ということで今回は以上4つの QR コード決済の初回の特典を紹介させていただきました。一応今回紹介した4つに関しては下に公式のリンクを貼っておきますので見てみてください。あと初回の特典に関しては、金が切れてるともらえなかったりすることがあったりですとか、あとは金額が変更されたりなど、そういったことが多々あるので、そこは随時お気をつけください。そしてこれからまあどれを使うか迷ってる方がいれば、この動画もぜひ参考にして、まあぜひ QR コード決済を始めてみてもいかがでしょうかということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとはなんか気になることがあればまたコメントなどいただけると嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。